ノーザン式線はロンドン市内のムーアゲートとフィンズベリーパークを結ぶ鉄道路線である。ムーアゲートとドレートンパークの間は地下を走り、ドレートンパークからフィンズベリーパークの南でイーストコースト本線に交流する地点までは切り取りの中を走る。グレート、ノーザンルートの一部としてロンドン北部近郊からイギリスの主要な金融街であるシティオブロンドンへの輸送にない。 平日は22時頃まで列車が運行されるが、休日はシティにある会社の多くが休みとなるため、ノーザンシティ線には列車が走らず、ロンドン北部からグレート、ノーザンルートを通ってきた列車は全てキングスクロスに入る。ノーザンシティ線はかつてはロンドン地下鉄であり、メトロポリタンまたはノーザンの一部として扱われてきたが、どちらの路線とも線路が接続していたことはない。 1976年にイギリス国鉄に譲渡され、民営化後はネットワークレールが保有するナショナルレールの一部となっている。ゴビアテムズリンクレールウェイによってグレートノーザンブランドの列車が運行されており、ムーアゲートからフィンズベリーパークを経由してウェリングアーデンシティ、ハートフォードノース、レッチワースガーデンシティに直通する。この路線の名前は何回か変更されているため、 本文中では特に必要がない限り1976年以降の故障であるノーザンシティ線を使用する。ノーザンシティ線はグレート・ノーザンシティ鉄道が計画し、認可を受けたグレート・ノーザン鉄道のフィンズベリーパークから分岐して、シティオブロンドンのムーアゲートを結ぶ路線を起源とする。当時ロンドン市内各地で建設されていた地下鉄路線と同様、 シールド工法によって建設されたが、セントラルロンドン鉄道など他の路線が内径12フィートのトンネルを採用した一方、グレート・ノーザンシティ鉄道は本線鉄道の標準車両が通過できるよう内径16フィートのトンネルを採用している。1904年、グレート・ノーザン鉄道のフィンゾベリーパーク駅の地下に新設した駅を北の起点にグレート ノーザンシティ鉄道が開業したが、グレート・ノーザン鉄道は、グレート・ノーザンシティ鉄道経由で、シティに乗り入れる計画に難色を示すようになり、自社路線の電化計画も撤回したため、開業した路線は他の路線と線路がつながらない孤立した路線となった。グレート・ノーザンシティ鉄道の電化方式は、他の地下鉄路線とは異なり、 走行用レールの外側にプラス420ボルト2本の走行用軌道の中央にマイナス 210V が印加された宮殿用レールを配置するものとなった。グレート、ノーザンシティ鉄道は1913年にメトロポリタン鉄道に買収されサークル線、ウォータールーシティ線と接続することが計画されたが実現しなかった。グレート、 ノーザンシティ鉄道だった路線は他の地下鉄路線と直通運転をしない孤立した路線として残され車両はドレートンパーク駅に設けられた車両基地で保守され同駅近くの貨物駅を通じて他の路線の車両との入れ替えが行われていたグレートノーザンシティ鉄道の発電所はメトロポリタン鉄道への買収の際に廃止され建物は ゲンズボロピクチャーズのスタジオに転用された。その後長期間未利用で放置されていたが、短期間アルメーダシアターとして利用された後解体され、集合住宅となっている。1933年にメトロポリタン鉄道が他のロンドン市内の公共交通機関運営会社と共にロンドン旅客運輸公社に吸収されると、ーザン線はエッジウェアモーデン線の一部になり、 1937年以降は、路線の解明によりノーザン線の一部となった。校舎が1935年に発表したニューワークスプログラムの一環であるノーザンハイト計画によって、ノーザン式線はロンドン旅客運輸校舎に吸収され、電化が計画されていた元エッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道の路線であるアレクサンドラ・パレス、ハイバーネット、 エッジウェアへの支線とフィンズベリーパークで接続することとされた。アーチウェイから同じく校舎に吸収されていた元チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道の路線を延伸してハイゲートの北でもとエッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道の路線と接続することも合わせて計画された。ノーザンハイト計画の一部が行われた時点で第二次世界大戦が勃発し、 ハイゲートまでの路線の電化は実現したが、ノーザンシティ線をハイゲートまで延伸して、ノーザン線に接続する工事は延期され、戦後に中止されている。1930年代のノーザンハイト計画を示す図。ノーザンシティ線は、アレクサンドラパレス、ブシー・ヒース、ハイ・バーネットに伸びることになっていた。緑の実線で描かれた路線は元エッジウェア、ハイゲート ロンドン鉄道の路線で、ロンドン地下鉄に編入され、現存するものを示している。ハイゲートからフィンズベリーパークへの路線はこの時点で存在していたが、ロンドン地下鉄には編入されないまま、1954年に旅客営業が廃止されている。ノーザンシティ線の車両のハイゲート車両基地への入出庫に使用された後、1970年に廃止された。戦後、 ノーザンシティ線を南と北の双方に延伸する計画が立てられた。1949年にまとめられた提言には、新路線の建設と既存線の電化が盛り込まれ、A から M の計画名が付けられていた。優先度が低い路線として提言された J 計画にこの路線を南のウーリッジまでの延伸が、K 計画に同じく南の水晶愚までの延伸が盛り込まれた一方、 北側では、ノーザンハイト計画を再開して、エッジウェア、アレクサンドラパレスへ延伸することが提言された。この計画では、ムーアゲートから、南、バンク、ロンドンブリッジまでの区間は、断面の小さな既存のトンネルを経由するものとされた。軽計画の路線は、ペックハムの下を通って、ペックハムラインに至り、ロードシップレーン付近で1949年、 当時はまだ運行されていた水晶宮線に接続するものとされた。この提言に盛り込まれた路線で実現したものはなく、エッジウェア、アレクサンドラ・パレス、水晶宮への路線は1954年に旅客営業が廃止されたため、ノーザンシティ線は孤立した路線のままで残ることになった。フィンズベリーパーク、ドレートンパーク間は1964年に、 ビクトリア線にフィンズベリーパークのホームを明け渡すために廃止された。フィンズベリーパークのピカデリー線ホームは改修され、ピカデリー線とビクトリア線の北高列車が使用する、よう、ノーザンシティ線のホームは、ピカデリー線とビクトリア線の南行列車が使用するよう変更された。ハイベリーイズリントン駅のホームも同時に改修され、ノーザンシティ線の北高列車は新設された。 ビクトリア線の北港ホームの向かいのホームを使用。ノーザンシティ線の南行列車は従来のホームを使用するものの、ノーザンシティ線の北港列車が使っていたホームを、ビクトリア線の南行列車が使用するよう変更されたため、両方向とも、ビクトリア線と対面の理解ができるようになった。ムーアゲートからフィンズベリーパークに向かう乗客は、ハイベリーイズリントンで対面の理解とはいえ、 ビクトリア線に乗り換える必要が発生した。1970年にこの路線はノーザン線に改名されたが、同じ頃にイギリス国鉄に編入、イーストコースト本線の強化策の一環として、フィンズベリーパークの地上ホームでイーストコースト本線と接続する合意がなされた。この計画により、ノーザン式線は構想から70年を経て、 当初計画通りの姿になることとなった。キングスクロスの混雑緩和のため、通勤列車の一部がノーザンシティ線を経由して、ムーアゲートに向かうこととされた。ロンドン地下鉄としての運行は1975年10月で終了し、イギリス国鉄の一路線として1976年8月に運行を再開、ノースロンドン選手ンティッシュ線経由。 ブロードストリート行きの列車がノーザンシティ線経由に変更され、イーストコースト本線からノーザンシティ線に直通する列車には、グレート、ノーザンルートの通称が付けられた。1994年、イギリス国鉄の民営化により路線はレールトラックの所有に移り、2002年からは経営形態の変更により、ナショナルレールが所有している。2014年からは、 ゴビアテムズリンクレールウェイがグレートノーザンのブランド名でウェディングガーデンシティやハートフォード環状線のハートフォードノース駅までの列車を運行している。これらの一部にはハートフォードノースを越えてスティーブ・ネージ・ヒ・ッチン・レチワースまでの列車もある。ノーザンシティ線の故障はこの路線の地下を走る区間の名前として使われる。1975年2月28日に ムーアゲート駅の車止めを列車が突破し、壁に激突する事故が発生し、43人が死亡、74人が負傷した。ムーアゲート事故と呼ばれる、この事故の原因は、事故を起こした車両に原因が発見されなかったことから、運転士の操作ミスとされているが、負傷である。2013年3月8日、オールドストリート駅とエセックスロード駅の間、ハックに行く。 イースとロードのトンネル上13メートルの場所で、食い打ち工事を行っていたところ、トンネルに食いが貫通し、列車の運行に支障する事態となった。トンネルの異常に気づいた、運転士の起点によって列車に被害が及ぶことは、避けられたが、復旧までの数日間列車が運休した。鉄道事故調査部会による調査により、ネットワークレールによるインフラの保全不足、工事、 受け負い業者の注意不足、地元自治体の確認不足が原因であると断定されたフィンズベリーパーク駅、ドレートンパーク駅の間は交流 25KV 格油電車線方式、近く間であるドレートンパーク駅、ムーアゲート駅間は直流 750V 第3機乗方式で電化されているため、両方の電化方式の区間を直通できる313。 ガタ電車及び717ガタ電車が使用されている。単線の地下トンネルを運行する列車には、列車両端に非常用な出口を設ける必要があることに加え、直通7 5 0トの区間で運転される列車の電動車は電気的に分離することが求められ、電動車間に高圧引き通し線を設けることができないなどの規定がある。 ノーザンシティ線で運行される313型電車は、ロンドン側に B エンドの制御電動車が連結され、直流区間での最高速度が時速30マイルに制限されている。313型は2019年夏までに717、型へ置き換えられる予定である。2002年4月から2013年3月までの各年の各駅の利用人員は、下表の通り、 いずれの年も4月に始まり、3月に終わる中に、か月を1年としている。ありがとうございます。